ザック・スナイダーは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州、グリーンベイ出身の映画監督、映画プロデューサー、脚本家。ロンドンのヒーサリーズスクールで絵画を学び、カリフォルニア州パサデナの名門アートセンターカレッジオブ、デザインにおいて、大胆な映画制作スタイルを確立する。ミュージックビデオや CM のディレクターとして、数多くの賞を受賞。ゾンビのリメイク作品。 ドーン・オブ・ザ・デッドで長編映画デビュー。妻のデボラ・スナイダーと共に自身の制作会社、クルエルアンユージュアル・フィルムズを設立した。グリーンバック、照明などを駆使して位置から背景の作成や陰影の強弱を取ることを多用し、現実離れしたビジュアルを徹底的に作り上げてしまう作風で有名。ウォッチメンやエンジェル・ウォーズでは風景から雨の雫の動作、 風の表現などを CG などで再現させた。母親が画家であったことから、子供の頃から大人向けコミック雑誌等を見るなど、コミックやアニメに造形が深い。その影響で、日本のアニメーションにも詳しく、エンジェルウォーズでは、自身がファンである寺田克也に、直々にコンセプトデザインを依頼した。映画はビジュアルであるという信念を持ち、それを実現している作品として、 スタンリー・キューブリックや、ジェームズ・キャメロン、クリストファー・ノーランやコーエン兄弟の作品を挙げ、影響を受けたと語っている。ありがとうございます。